はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ムルプー様からこんなものをねご提供いただきました。こちらはねインバーターですね。マキタのバッテリーまたはマキタ互換バッテリーで使えるインバーター、こちらをねご提供いただきました。ありがとうございます。でこれね私もアマゾンで見てたりしてたんですが、まあ、どれぐらい使えるのかっていうのがね正直わからなくて、買ってはいなかったんですが、今回ね300W この300W っていうタイプのインバーターね、こちらの方ねご提供いただきました。で合わせましてこちらバッテリーの方もねご提供いただきまして、これ名前がね桃源様っていいのかな、桃源でいいのかな、なんかね書いてありますね。桃源っていいと思います。こちらをね2個セットでバッテリーもご提供いただきましたので、まあ、ちょっとね良ければ使ってみてくださいということで、こちらバッテリーとあとインバーターね、こちらのインバーターの方をご提供いただきましたので、ちょっとこちらの方をね、見ていきたいと思います。で互換バッテリーに関しては、まあ、通常のマキタ6アンペアの 18V タイプですね、となっておりますんで、こちらですね。で今充電は満タンとなっております。でインジケーターはねもちろんついておりまして、まあ、説明書あるんですけどね、まあ、これは通常の使い方と同じですんで特にね注意事項はねないかなと思いますけれども、まあ、マキタ互換バッテリーになりますんで、まあ、純正バッテリーとは違いますんでね、まあ、ちょっとそこら辺取り扱いの方はご注意いただければと思います。でちょっとね重さはね結構重いんですよ。でちょっと気になってたので、中身の方をね一回ちょっと分解していこうかなと思います。はい、それじゃあ今ね、ネジの方を外しました。でちょっとね中身開けていきたいと思います。まあ至ってシンプルなタイプのバッテリーですね。はい、で電池はですね18650の VTC6 3.6V ってやつですね。はい、でね一応ホルダーはね、まあ、ついてます。ちょっと簡易的なものね、上側だけ押さえるタイプの、プラスチックの、カバーと、あと端子の方はねちょっとこれ薄い端子ですね。ちゃんとしたやつはねもうちょっとしっかりしたプレートがついたりねしてるんですけども、まあ、これはね至ってシンプルなタイプの、基板と、こちらのねプレートがついてます。で端子の方からね、配線の方が来てまして、でこれはね個別監視はしてないですね。個別監視しててくれればよかったんですが、まあこちらはねカクセルの個別監視はねしてないようですね。電圧の方と、あとこちら、インジケーター用の配線とですね、プラスマイナスだけでしょうかね。となってます。あとは温度センサーかな、ここら辺についてるのは。温度センサーはついてますね。はい、まあ至ってシンプルなタイプです。まあこのタイプですとちょっとね個別監視してないのでね、まあちょっと過充電過放電とかね、ちょっとしやすい可能性もありますんで、ちょっと充電とかはね気をつけた方がいいかなと思います。でマキタの互換バッテリーに関してはマキタ純正バッテリーはねあまり使用しない方がいいと思います。で電流が高いので、通常のねマキタ互換製品の充電器の方が、まあ、3A、3.5A とかね、まあ、そういったタイプ の低電流のね、充電器を使った方がねまだ安全かなと思います。はい、でもね意外と重さはあるんですよね。まあ基板もね、至ってシンプルです。はい、っていう感じですね。中身はこんな感じですね。はい、じゃあ実際にね、ちゃんと使えるかどうかね、あとインバータの方にもね、挿してみて使ってみたいと思います。はい、じゃあバッテリーの方ね復元しましたんで、ちょっとインバータの方にねつないでいきたいと思います。でインバーターはですねこれムルプー様の 300W マックスのこちらのタイプですね、になりまして、出力の電圧はですねまず 100V、こちらのコンセントね、こちらですね、コンセントとあと LED ですね、 LED のランプとあと USB 端子、こちらがついてます。で USB はねタイプ C とタイプ A が2つとなってます。でこちらはねタイプ C の方は
3アンペアで、タイプ A がちょっと電流同じなのかな、2口と3口とも同じなのかな、うん、まあ3アンペアマックス15ワットというふうになってます。でね、ちょっとまあ使ってみてどんな感じになるかね、でちょっと見てみたいと思います。まああと説明はね、いろいろ書いてますけども、これはちょっとね、実際にね作動させながら説明の方していきたいと思います。はい、じゃあ取り付けはね2つ取り付けします。でこれね1回試しに使ってるんですが、1つだけでも作動します。で片方の電池がなくなるともう片方の電池が、使うようになってますんで、まあ1個だけでもね最悪動かすことはできます。ただ2つあった方がね、いろいろとねバランスがいいんですよ。でこれ差し込みますと、まあ1個だけだとねこうなっちゃうんですよ。はい、これ斜めになっちゃうので、まあできればね2つセットの方がいいかなっていう感じはしますね。はい、今両方満タンですね。はい、こんな感じになります。で一応ね、まあ最初ライトの方ですけれども、ライトの方はこれつきます。 LED ね点灯します。はい、意外とね明るいですこれは。でこちらがねまたハイモードで、これがねちょっとモールス信号みたいな信号が出るみたいです。ちょっとねなんて言ってるかよくわかんないんですけども、まあそういう信号をね勝手に出してくれるそうですね。であとは、弱と強と、3段階になってますね。はい、で USB 端子ね、これをちょっと見ていきたいと思います。でこれを使うときはこの上にねボタンがあるんです、3つともね。でこのボタンを押して、でそうするとちょっと暗くてね分かんないんですけど、見えますかね、青くね若干光ってるんですよ。これ見にくいんですけども、でそうすると USB が使えますよってことになりますんで、ちょっと USB の方ね使ってみたいと思います。はい、じゃあ私が使ってるこの GoPro のね、充電器、これをねちょっと挿してみたいと思います。これタイプ A になります。ん？こっちか、逆？こっち？はい、使いますね。今3つとも充電されました。まあ一応ね3アンペアってなってますんで、まあ、そこそこのね出力は出ると思います。通常のねUSB の、まあ、安いやつですと1アンペアとか2アンペアとかね、まあ、最近はもっと高電流の出てますけれども、これ一応3アンペアタイプとなってますんで、まあ、そこそこのね、速さで充電はできるかなっていう感じですね。はい、はい、じゃあ試しにねもう1個、スマホの方をね充電してみたいと思います。一気にできるかな。ああ、できますね。うん、95%。まあこんな感じでね、2つ一気にね充電することは可能です。で USB はねまあ十分使えるものかと思いますんで、次にねこの AC の 100V、 これがね結局メインなので、これが使えるか使えないかね、ちょっとここをねテストしてみたいと思います。はい、じゃあまずねちょっと電圧の方をねちょっと見てみたいと思います。今テスターの方ね準備しましたんで、これでどれぐらいの電圧が来てるかねちょっと見ていきたいと思います。今こう交流でね、測定しますんで、これでね挿していきます。はい、おー低いですね、 89.8V。 はい、ちょっとね結構低いです。うーん、 89.8V、 まあ約 90V しか出てないですね。マキタのね今互換バッテリーはね満タン充電なんですが、ちょっとね電圧は低いかなと思います。はい、まあ電圧はねこんな感じです。まあ使えなくはないですけどもね、あまりよろしくはないですね。はい、じゃあ電圧がね今見れたところで、あとねもう一つね、このムルプー様のこの、インバータはですね、修正宣言波って言われるタイプの出力になります。で修正宣言波はねちょっと注意しないと使える家電と使えない家電がありますので、どれぐらいのね修正宣言波かっていうのをねちょっと見てみたいと思います。
で修正宣言波を見るために、オシロスコープっていうのがね必要になるんですけども、今回ちょっとね、そちらの方もご準備しましたんで、オシロスコープを使ってね実際どのような波形が出るのかっていうのをね、ちょっと見てみたいと思います。はい、で今回ねちょっとこちらの修正宣言波を見るためにこちらのオシロスコープね、これ Amazon で結構安く売られてるんですけども、これもねちょっと実際に使えるかはね見てみたかったので、これをね試しに買ってみました。これを使ってねちょっと波形の方見ていきたいと思います。ちょっとね使い方がまだねあんまりやってないからわかんないんですが、オシロスコープ自体はね仕事で結構使うので使い方はわかるんですけども、ちょっとね一回電源挿してみたいと思います。で電源を挿すのにねちょっとこれワニ口クリップだったので直接挿せないので、今応急的にね、この F ケーブル使って、ちょっとテストリードを作ってみましたんで、これでね、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとね危ないのであまり真似しない方がいいと思います。ちょっとやってみます。はい、刺さりました。はい、じゃあこれでねちょっとオシロスコープの、テストリードの方をつけていきます。ここね接触させるとね 100V ショートしちゃいますんで、そこだけちょっと気をつけてやります。はい、どうやって設定するんだ、 AC、ボルトディビジョン、ああこうやんのか、5ミリセック、トリガーオート、ちょっとねこれ初めて使うので分かんないんですけども、20ボルトディビジョンで、なかなか出ないですね。一旦ねちょっとコンセントの方で試してみますかね。じゃあ今ね普通のコンセントこちらにね挿しましたんで、これで見てみたいと思います。あ、これだとね出ますね。はい、ちょっとね見にくくて申し訳ないんですが、これはねちょっとね時間を変えよう。はい、こんな感じです。ちょっとねこれ画面がちっちゃくてね、これ1マスが 20V ディビジョンが最高なので、ちょっとねここまでしか測定できないんですが、ちょっと下げようかな。そうするとね上の波形がね見えると思います。こういう三角形のね波形で、この並々の波形は今綺麗なんですね。でこれは純正弦波って言われる交流のコンセントの、まともな波形ですね。これが標準の波形です。綺麗にね出てます。本当はね上から下まで見れればいいんですが、ちょっとこれね液晶ちっちゃくて測定範囲がねちょっとあまりね大きくできないので、1マスがね 20V になりますんで、大きくやっちゃうとねもう 100V 超えちゃうんですね。はい、まあ、こんな感じでね綺麗な波形が出ます。でこれをねちょっとムルプの方の、インバーターにつないでみます。はい、そうするとね波形がねあんまり出ないですね。上がってきたけど、なんだこれ、ボルトがねなんか全然出力がされてない。15V。まあ修正宣言波なので多分ねこちらのオシロスコープもまあそこまでねいいやつじゃないので、うまくね多分取れないと思います。まあ見るからに純正弦波っていう感じではないですね。はい、ちょっとねこのオシロスコープの性能ですとこれが限界ですね。なんかね波形は出るんですが、なんか全然交流の波形じゃないです。これはねインパーターが悪いのか、ちょっとこのオシロスコープがね相性が悪いのかちょっと分かんないですけども、まあせっかく買ったんだけどねちょっと
これはあまり使えなかったです。はい、こんな感じなので純正ゲーハではないです、間違いなく。はいはい、じゃあ今ね試しに扇風機の方を準備しましたので、これを回せるかねちょっとやってみたいと思います。ちょっとワット数もねちょっと見たいので、このワットチェッカーにつないでやってみたいと思います。ああ回った、あすごい回ってますね。12ワット、2で24ワット、3で30ワットぐらいですかね。首振りをして32ワット、あちょうどですね。この扇風機ねマックス32ワットって書いてありましたんで、まあ、ちょうどぴったりぐらいですね。はい、ちゃんと回りますね。でこちらも32ワットで、ちゃんとねあの100ボルトからね電源取って、今100ボルトコンセントとして使えてます。あこれすごいすごいんですけども、あの基本的に修正制限波の電源はあまりモーターとかねこういった扇風機はね使わない方がいいと思います。ちょっとね作動はできるんですけれども、あまり機械にはねよろしくないので、モーター系はねあまり使わない方がいいと思います。今ちょっと試しにねできるかだけやってみましたが、まあ、こういった使い方もできますけども、本当ね応急的な使い方として考えた方がいいかなと思います。パソコンはね充電できました。このねパソコンはね充電できましたので、次にねどういうものができるかっていうと、はい、じゃあねこのパソコンのねモニター、これテレビなんですけども、このテレビが動くかどうかね、これやってみたいと思います。いけるかな、あ、いけた。消費電力は、15W となってます。今ね、こっちのパソコンからね出力してモニターに出力してるんですが、ちゃんと出ますね。あ、すごい。15W で今出力してます。まあ、マックス 300W ですんで、まあ余裕ですね。パソコンはね、ちょっと厳しいかな。パソコンはね、ちょっと厳しいかと思いますけども、やってみる？ちょっと怖いけどやってみますかね。あ、ダメだ。今ねパソコンが起動した瞬間に落ちましたね。多分 300W 余裕でね超えちゃいます。ちょっとねパソコンはねやめた方がいいと思います。で私マキタのこれ純正充電器使ってるんですが、これ 18SD っていうのはね一番弱いタイプの充電器なんです。でマックス 2.6 アンペアっていうことで、これですね。なので社外のね互換の充電器よりも電流が低いです。なのでマキタの互換バッテリーね、こういったものとかを充電するときは、こういったね出力電流が低いやつをね選んだ方がいいと思います。あまり高い急速充電はね対応してないと本当火災になったりしますんで、ちょっとそこら辺はね気をつけた方がいいと思います。はい、じゃあいかがだったでしょうか。桃源様のマキタの互換バッテリーですね、こちらと、ムルプー様の、こちらインバータ、マキタの互換バッテリーね、マキタバッテリーが使えるインバータ、これをねご紹介させていただきました。まあ正直ねこれ毎回ねしょっちゅう使えるものかっていうと、まあ基本的にはねちょっと応急的な時にね使うものとして考えた方がいいかなと思います。まあキャンプとかね、まあそういった時にねちょこっとだけ使ったりとか、明かりを取るためにねちょっと電球をつけたりね、 LED はね使わない方がいいと思います。まあ電球とかね、まあそういったもので使いたい場合はね十分使えると思います。あと USB の充電もついてますんで、スマホとかね、カメラとかそういったものの充電はね、まあ問題なくできるかなと思います。はい、じゃあ今回はねインバーターとバッテリーのご紹介でした。よろしければね概要欄の方に商品リンクの方を貼り付けしておきますので見ていただければと思います。ありがとうございました。